どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はスペシャルゲストハニーさんの登場でございまして、たまに聞かれます、ウクレレどんな風に置いてんですか、置いてるどういう風に置いたらいいのかなとか、例えばお友達がガズさんの家に遊びに来た時に、こんな風に置いてんのなんていう話をよく聞くもんですから、今日はですね、どんな風にウクレレを家で置いとくのがいいか、っていうことを、やっぱりうちは大体家の中のことは小杉さんがもうハニーさんがですね、いろいろ見てくれるんで、なんか注意っていうか、どんな感じ、うちがね、どんな風に置いてるか、そうご紹介をしたいと思います、私がこうハニーにインタビューしながら進めたいと思うんですけど、それとね、あと今日これをね一個言いたい、もうコロナでさ、なんかみんなそのなんていうの、やっぱニュースとか見てもしんどいかもしれないけど、我々に音楽がありますから、ウクレレやってまずは自分をねこう楽しめて免疫力アップ、音楽ねやっと楽しいから、はい、そしたらもうどんどんそういう人ね、まあ教えてあげて、なんかそういう風にやっぱりせっかくですから時間がある、となったらちょっとプラス思考でいろいろやっていきましょう。まあじゃあウクレレの我が家の置き方、はい、置き場所、まずはまずいきなりだけど、ちょっとこれカメラで撮りながら、ここに置いてあるね、これこんな感じでね、このこれの下に置いてあるこれが、ウクレレで楽器座布団ということで、前ハニーがガズレレ YouTube の中でも紹介動画を撮って作り方をね、皆さんにシェアしてるんですけど、どうなってるんですか、ささっと。これは、はい、なんか T シャツとか着なくなったものでいいんで、それをボロでいいんですよね。丸めて、で固くして、であとは好きなこうものでこうどんどん綺麗に巻いていくっていう感じなので、それ毛糸で巻いてる、これはね毛糸で巻いたんですよね、はい、誰でもできると、これはそうなんかフェルトでこう大きく巻いてもいいし、う、ね、こう可愛い布でハゲレで巻いても可愛いんじゃないかなっていう感じ。楽器って下がこう丸くなってるから安定しないんですよね。これがないとやっぱりすぐ倒れちゃうから、これで安定させているということで、はい、これの座布団の作り方以前 YouTube で紹介してるのどっかこの辺に貼っつけとくんで見といてください。ちなみに同じようなものをここに置いてあって、これ僕のエレキギター、使ってるエレキギターなんですけど、これもね置いてあるんですよ。これだからギターも同じように下丸いでしょ、だからこれでドスッと置いとくと安定するということでございましてね、これがで、こっちは立てかけてるだけだから、はい、こんな風にいろんな風に使い方があります。で、このアコースティックギターとかはさ、こういういいものがあるんですよ、ギタースタンド専用のなんだけど、ウクレレでこれをやるにはちょっと大行かなということでございますね、はい、で、お次は、このちっちゃいやつ、そうこんな小さいのでも全然あるとないと違うんですね、このちっちゃいのだったらもう本当にそうこうやって置くだけでご家庭ですぐできる。これ毛糸だよね、これもね。これも毛糸で。これもね、何巻いてもいいんだ、丸く。ドーナツ型でね。そう。ウクレレにはこっちの方がね、可愛いかもしれないですね。そう。それも以前の YouTube 動画で紹介してんの、ちっちゃいの。これはね、してないの。うん、じゃあ、ただちっちゃく作れてるだけで。そう。はい。まあ、作り方は全く一緒。はい。そして、こっちは小杉さんハニーのコーナーなんだけど、僕ね、いつもね、ここに置いてる。こうやって置いてるんですよ。こうやって置いたり、こっちか。こうやってここに置いとくと、うちのソファーの場合ね、ここは4日かってちょっとじゃあ座ってみて、そこに。だから別に特に邪魔にならないんで、もうすぐパッと取れるんだよね。それが一番大事で、やっぱウクレレしまい込んじゃうと、なかなか聞く機会が減るよね。だからよく言ってんですよ。だからリュックとかケース、ウクレレケースにいつも入れとくと、こういうケースっていうか、まあこれはねガズレレリュックだけど、こういうのに入れて出さないとね、結構引かなくなっちゃうんだよね。だからこういうとこからも家から帰ってきてお出かけしたら出して、どっかのこのさっきの座布団に置いたりソファーの脇に置いたりしてもちょっとでもね触れるのがねやっぱりねいいと思います。それがライフスタイルになるかなということで、じゃあちょっとそれ紹介してください。はい、我が家のこのボードがあるんですけどね、でこれはあんまりこうよく使うレギュラーのウクレレじゃないんだけど、ちょっとこうちゃんと見ておきたいとかね。そうね。大体ね、皆さんもいくつか溜まっちゃうんですよ、楽器がね。そうだけどやっぱ壁には開けられないから。そうだ、うちも賃貸住宅だからね。でこれね、コンパネというかベニヤ板なんですよ、ただの切れっぱしの。それをね立てかけて、そしてこれ。こうやって自分の好きなフックをかけちゃうんですよね。これなんちゅうのね、 S カンじゃないです。違うの、これ普通はもうこれだけでフックで、うん、だけどこれは自分でビスで止めたんですよ、ベニヤ板に。そこになんともうペグを引っ掛けているんですよ。ちゃんとペグがこうね入るフックにした方がこう簡単にいけるので、しかもこのフックもいろんなメーカーでいろんな種類があるから、ホームセンターとか見るのも楽しいよね。そう揃えてるね、可愛いからね。そうですね、いいんじゃないかな。そうするとこう3つ角度が揃ったりなんかすると、ちょっとこう斜めにみんななってね。ちなみにですね、このペグに
掛けるとかね、うん、ここのペグ、ペグそんなに強くないんでって思うかもしれないですけど、何せウクレレが一番いいのは軽いんで、そんなには負担かかんないけど、でもあれですよ、一応あの我が家ではっていうことから、うん、これが別になんていうのか大丈夫って言い切るわけではないですけど、うん、まあ一応大切に扱って今までなんか問題が起こったことは特にないですね、うん、ねこれ、もしよかったらこう2つこうやってね、ああそうそう、2つこれこの金具をもう一個ここにつけて、うん、そうそう、こういう風に同じように2つかけるのがいいかもしれない。そうするとね、さらに安定する。でこれだとちょっとそのボードごとも持てる、でなんかこんな可愛いね、自分の好きなものをこう貼ったりとか、飾りとかね、そうそう、ボードにしてね、でもね可愛いんじゃないかな。だってこれを立てかけてるだけだから、そうそう、垂直、こんな感じ、うん、そうで持ち運べるんですよ。だから賃貸住宅の人もこれはいいよって話です。そうそう、好きな場所に置いて、素晴らしいアイデア、これは小杖さんのアイデアでございます。はい、であの似たような感じですけど、あの僕のこの編集してる、今ちょうど編集してますけど、編集してるあのデスクのところにもここにフックがついてて、これも、あ、じゃあちょっとカメラ、ここにこうやっていつもかけてます、こんな感じでね。そして編集しながらこうパッと手に取れるようにしてるんで、こういうフックをつけて、結構このペグだからなんていうのかな、負担がかかんないようにはしてますけどね。あとあのこういう毛糸、うちにね毛糸がいっぱいあるんですけど、この毛糸をちょっと切ってもらって、心配な方はねこれすごくいいと思います。輪っかにするんだよね、輪っかを作って、でこの輪っか、こんな風に輪っかが、ちょっとじゃあこれ持ってもらって、この輪っか、これをこういう風に2つ、こことここに、分かる、分かる？で、こうやってなんかフックでもいいし、例えばちょっとビス打てるとか、ビス打ったりだとか、このフックにかけるとか、 S 管とかね、こうやってやると1個のペグに負担かかんないから、これしかもこれちょっとこの毛糸細いよね、これね、もっと太い毛糸とか、これも結構カラフルで可愛いから、こういう感じでいくつも壁にかけとくとかもいいかなと思うんですよね。あと幼児とかもキッズがいる家はですね、もうキッズが触るでしょ、ウクレレを。だいたいここ触っちゃうんだよ、子供って。子供ってさ、触ってほしくないとこばっか触るんですよ。これをぐる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 回すのがね楽しいんですよね。でもやっぱちょっとパッと行くときにそれだと寂しいし、子供危ないかもしれないから、あの壁のちょっと高い位置になんかうまいことこう引っ掛けられるようなことを考えるのもいいんじゃないかなと思って、よくあのこれもご紹介したりしてるんですけど、まあウクレレいろいろな置き方、これね、みんないろいろご家庭によってもいろいろあるかもしれないけど、我が家ではね、うん、こんな感じで、置き方を楽しんでますけど、結局ね、こうなっちゃったりしますけどね、こうやって、まあ、でもまあでもこれがいいんだよね、これパッと、これ他のね、ギターとかじゃこうはいけないですよ、ここでこういうふうにならないで、パッと取って、パッとサイデイヤー、なんでこの曲やないんだっていうのはちょっと今度やろうかなと思ってますから、まあこうやってもいつでもどこでも触ってるっていうことで、こうインスパイア、かっこいいインスパイアされたり、なんかアイデアが出てきたり、こう16ビートの練習とかね、やっぱこうリラックスしてる時に一番こうやって進むかなと思います。置き場所大事ですよ。だってここでのんびりしてるのにさ、あそこに置いてあってさ、取りに行くのめんどくさいじゃないですか。やっぱりこうすぐ取れるっていうのがポイントかなと思います。はい、小杖さんありがとうございました。どうですか、はい、ね、なんか挨拶、そうそう、なんであの本当にすぐこう取れて、うんうんうん、であの最後寝るときにちゃんとここにポンって置く場所が決まって、ね、最後の居場所ね、そうそう、そうそう、夜寝るときまで片付けられたら多分散らかった家になっちゃいますからね。はい、そんな感じで我が家ではこんな風に、収納しておりますという今日はね、はい、ご案内でしたけど、はい、まあまあまあ皆さん楽しんで音楽ライフお過ごしください、はい、コロナだから余計やっぱり楽しんでいった方がいいと思います。皆さんさよなら、ごきげんよう。ガスレレ .com ホームページ見てね。さよなら。ちょっと皆さんお知らせです。カオレレフェス開催したいので皆さんちょっとご協力ください。このカオレレフェスというのはね、夏にね、ガスレレウクレレでイベントなんかやろうよっていう時に、うまい下手のコンテストじゃなくて、こう音楽を本当に楽しんでるか、もう表情で豊かでこう、にじみ出てくるものあるかみたいな、そういう観点で面白いこう、イベントやろうということで、立ち上げた、企画があるんですよ。ちょっとこの辺の詳細のこと、ここにリンク貼ってくるんで、ぜひとも見て、皆さんどんどん振るって応募ください。ここに詳細書いてありますからね。待ってますよ。そしてお知らせなんですけど、こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これ、ウクレレケースなんですよ。ここにプリント入ってる。これね、コンサートサイズまで入るウクレレケースで、これね、リュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついてる、横にも持てるんですよ。で、開けると、こういう風になってて、こう、楽器用のね、分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。
こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね譜面台も入ります。これを使ってこう中でねこう動くの防止、あの防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの 大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしておいてください。あと引き続きましてこの本、リットミュージックのこのシリーズ今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て赤いニューエディションっていうのがありました。これ中身ちょっと変わったんですよね最近。はい、これがもう累計12万5千部の突破のもので大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんでチェックしておいてください。その他にもガゼレレではいっぱいねグッズがあります。この使ってる、ストラップだとかキャップ T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいねガズレレグッズでさらに楽しいウクレレライフお楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。